痩せるために取るべき8つの食材と脂肪の蓄積を防ぎ燃焼を効率化させる褐色脂肪細胞体操を紹介します。今回の動画を見ることで痩せるために取るべき食材、運動が分かってきます。絶対取るべき8つの食材とは、体が熱くなる青魚、唐辛子、生姜、黒胡椒、スーンとくる食材、ニンニク、わさび、からし、玉ねぎ、この8つの食材を意識して取ってください。そこに加えて今回の運動を行うことで確実に今よりも痩せるスピードが上がります。行きましょう。まずはチェックを行います。活性化のポイントは背中を内側に寄せる動きです。内巻きになっている方を後ろ側に回して背中を寄せる必要があります。そこで今回まずは親指下に向けた状態で手を叩いてみてください。届きますよね。今度は手のひらを外側に向けて手の甲をぶつけてみてください。届きますよね。じゃあ今度は手をひっくり返してやってみてください。届かないと思います。今の手の甲がしっかり狭くなれば肩甲骨は寄って褐色脂肪細胞が活性された証拠です。スマホを目の前に置いてやっていきましょう。まずは手のひらを上に向けて手を開いていきます。脇が広がらないようにゆっくり手を開いて肩甲骨を内側に寄せていきましょう。肩甲骨周りは褐色脂肪細胞といって痩せ筋とも呼ばれている細胞がめちゃくちゃ集まってます。なので痩せる人っていうのは必ず背中を動かす運動をやってるんですね。男性も女性も必ずやってます。しっかり背中今回は動かしましょう。はい、いいですよ。今度はダブルを作りましょう。このまま胸を張って緩めることを繰り返していきます。息を吐きながらリラックスしてやってください。息を吸ってふー、吐きながらゆっくり胸を張って肩甲骨を寄せていきます。途中でもし肩がだるいよっていう場合はね、休みながらやってください。今回たくさんメニューがありますからマイペースでやっていきましょう。頑張っていきましょう。はい、OK です。今度は肩を交互に後ろに回していきます。肩、肩甲骨周りを楽に動かしましょう。結構首や肩が凝るよっていう人はね、僧帽筋が硬くなってます。肩を上げて落とす運動がすごく最適です。今回一番最後にとっておきな肩甲骨剥がしストレッチメニューを含めてますから、楽しみに最後までマイペースでやっていきましょう。よし、 OK。 今度は交互に腕を後ろに回していきましょう。胸の筋肉が硬くなってしまうとどうしても肩が内巻きになります。胸の筋肉も伸ばしましょう。ゆっくりでいいですからね。肩が少し痛いよっていう人はね、斜めに回してください。余裕がある人は真上を意識して大きく回してみてください。結構男性女性肩甲骨剥がして何の意味があるのっていう人も多いんですが、背中の筋肉が硬くなると猫背になって体幹が弱ります。よっしゃ、 OK。 で今度手のひらを返しながら胸を張ります。合わせた手を上向ける感じ。このメニューは結構肩背中だるくなりますからマイペースでやってください。ああもうすでにだるい。やっぱり手を伸ばすとね、重みが肩にかかるんでやっぱりだるくはなります。しっかり背中を動かして代謝上げましょう。あーしょっけ。で今度肩をねぐいーっと上げたらストーンと落としてください。ストーン、力を一気に抜く。
っぱり今はね、スマホ使う人とかデスクワークの人増えてますから、どうしてもスマホ首になったり背中が丸くなったりお腹気になるよっていう人はついついお腹をね覗き込んでしまったり、ああいうことが実は猫背の原因になります。やっぱり前を向くのがね一番いいです。よし、 OK。 で今度は交互に親指を立てて後ろに2回ずつ振ります。これで肩を外巻きに直していきます。交互に2回ずつ、どっちか肩痛いよっていう方はねゆっくり動かしてください。肩がやっぱり前に回ってしまうとね、背中がまず動かなくなります。肩をまず後ろに戻してから肩甲骨を動かすっていう運動が大切です。今回全部その要素が含まれてますから頑張りましょうね。よーし、 OK。 この手を合わせましょう。手を遠くに伸ばします。グーン、寄せた、グーン、ハンドルを回すイメージで、遠くに伸ばしてみてください。やっぱり上半身の姿勢が良くなるとね、骨盤の位置も良くなりますから、お腹が出たりお尻が垂れたり下半身太りをしてしまっている、そういったこともね解消されます。よーし、 OK。 はい、じゃあ今度は抱き枕を抱くイメージでギューッと両肩触って休む。手をクロスして、これ結構背中ね硬い人疲れるんで1回ずつ休んでください。ぐーっと巻き込んで休む。もう届かないよーっとしたらねバッテン作るだけでもいいです。バツ、背中を丸めながらバツを作って、よし、 OK。 そしたら今度首いきましょう。上を向いたら下を向く。早く動かすと目が回りますから行く。上を向くことで首の僧帽筋がねストレッチされますから首こりはこれで楽になります。ただね、上向いたり下向くだけなんですけども、やっぱり日常的に下向くことが増えてますから、いっぱい上を向いてくださいね。よし、 OK。 じゃあ今度は手を交互に遠くに伸ばしていきましょう。片方ずつ肩甲骨を外に動かしていきます。しっかり外に広げる、まあ、肩甲骨を剥がすとかね、肩甲骨のストレッチって内側に寄せることばっかり意識する運動多いんですけども、やっぱりねちゃんと剥がすためには内も外もね動かさないとダメです。なんでこれ内ばっかり寄せることをするとね外側に広がらなくなりますから、ちゃんと外に動かすストレッチも大事ですよ。よし、 OK。 じゃあ今度は交互に手のひらを後ろに動かします。前から後ろ、いきましょう。今度は寄せて開いて戻す、肩甲骨を片っぽずつ寄せて開いて戻す。やっぱり肩甲骨、背中周り硬い人は両方同時にやるよりも片っぽずつやった方がよく動けますから、肩甲骨動いてる感じわかんないよっていう人をね片方ずつやっていきましょう。よーし、 OK。 で今度は握り拳を作ったら
で、このまま交互に肘で丸を描きます。この時に肩に力が入ってしまうと肩すごいだるくなるので、腕を回すっていう意識よりも体を横に動かしながら肩背中が動いてるイメージ、体をフリ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 体を動かしながら自然とね肘で丸描いてください。よし、オッケー。今度は軽くグーを握ります。真上にパンチ、下ろす、パンチ、下ろす、これを繰り返します。やっぱり肩が硬いと首も凝るし、猫背にもなったり巻き肩が治らなかったりしますから、ちゃんと肩をね動かすために手を上げるっていう運動がすごい大事です。高く手を上げる、日常的にあんまり手を上げることないですよね。だから肩がね硬くなったりします。よし、 OK。 で今度は両手開いてブラブラと体を振りましょう。これで胸、背中、胸、背中をしっかりストレッチしますよ。あんまり顔を一緒に振っちゃうと結構目が回っちゃうので、もう顔がね、まあ、スマホかもしくはメニューが分かったら前に向いてやってください。あ、ちょっと来たね。よっしゃー、はい、じゃあスペシャルメニューです。手のひらを上に向けたら手で引き寄せます。これでキープ、これで肩甲骨、肩、猫背全部乗ります。これで引き寄せて、慣れて余裕があったら体も一緒に回してみましょう。さらに余裕があったら目をつむってみてください。意識を肩甲骨に向けて、肩甲骨が外に開いてるよっていう感覚を目をつむって感じてみてください。肩の筋肉が伸ばされて肩甲骨が外側に開いてます。はい、いいですよ。今度は反対です。手のひらを上に向けて手首を持ったら引き寄せましょう。肘をしっかり伸ばしてぐーっと伸ばして、はい、余裕があったら体をちょっとひねって目をつむってみてください。呼吸を意識してリラックスしながら、肩の筋肉が伸ばされて肩甲骨が外側に動いてると思います。もしね持ってる手がだるい場合は下から支えてもいいですからね。手のひらをしっかり上に向けたら伸ばします。はい、いいですよ。それではチェックしましょう。普通に叩いてみてください。今度は手の甲を内側向けて叩いてみてください。最後この手をひっくり返して叩いてみてください。どうですか？初めよりも手の甲が届いたよっていう人は肩甲骨しっかり剥がれて寄りました。脂肪燃焼効果上がってます。おめでとうございます。初めにお伝えした食材を加えてこの動画続けてみてください。ビフォーアフター出たよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。